小引式は首里城に使用される木材を県内各地から運び込む祭事で、琉球王朝時代から首里城の建設や修復の際に行われてきた伝統ある儀式です。今年11月に着工予定の首里城正殿復元工事に合わせ、今回も小引式の開催が予定されていて、一般応募の中から選ばれたイベントタイトルとロゴが発表されました。イベントのタイトルは、いざ首里城令和の小引式、王国の伝統が令和によみがえるで、東京都在住のコピーライター新面博樹さんの作品が71作品の中から選ばれました。またロゴマーク部門では、東京都在住のグラフィックデザイナー古谷智明さんの作品が72作品の中から最優秀賞に輝きました。琉球文化の復興と、新たな文化の創出を目指す首里城、森人のエネルギーを表しました。まあ、人の輪みたいなものとか、縁という意味の輪みたいなものでシンボライズしました。小引式は今年10月29日から11月3日まで、国頭村や那覇市など県内各地で行われます。